であるインランドエンパイアと呼ばれる、ロサンゼルス内陸の心臓部にあり、成長速度が高い。街ができた頃から1世紀にわたって、養鶏場、養豚場や、柑橘類とクルミの果樹園の多い田園町だったが、ロサンゼルスやその近隣都市のベッドタウンとなり、輸送産業の戦略的中継点となることで、急速に成長してきた。これは市内を東西に貫く、 週刊高速道路1 5号線や修道2 1 5号線と町の北西部を斜めに横切る週刊高速道路15号線のようにいくつかの幹線道路が交差するという地域特性によるものである。これら主要道路があることで市内の工業地帯には多くの物流センターが立ち並び道路や鉄道で物資がロサンゼルス港やロングビーチ港から運ばれ 北アメリカ大陸全体に出荷されている。フォンタナッシュは南カリフォルニアの山岳リゾート地、海浜、湖及び砂漠地帯から近い距離にあるが、市自体も観光地になりつつある。サンバーナディの軍の図書館システムでは、最大の図書館、改修された歴史ある、劇場、広大な新しい市民公園、及び昔は、 カイザー製鉄所があった場所に作られたナスカールのレース場であるオートクラブスピードウェイなどいくつか新しく建設されたランドマークがある。またフォンタナデーズハーフマラソンと 5km 競争も開催されている。この競技会があるコースは世界でも記録の出やすいハーフマラソンコースとされている。2010年国勢調査での人口は1 9 6 9人であり、 2000年の128,929人から52%増加した。これは、市の影響が及ぶ、サンバーナディの軍の未編入飛び地を多く、九州合併したことと、郊外の建設工事が継続したことの結果である。フォンタナの町は1913年、AB ミラーによって設立され、当初は、柑橘類の果樹園、ドウ園及び養鶏場がある。 農業庁であり、アメリカ国道66号線や多くの鉄道が交差する地にあった。第二次世界大戦の時に町は急速な変容を遂げた。ヘンリー・ j カイザーの製鉄所は、ミシシッピ側より西では唯一の製鉄所だった。サンバーナディのフリーウェイが町を通ったことで成長が加速され、サンバーナディノのの決出した工業地帯になっていった。 ロスト・バイオレットのゲスラー夫妻が移住してきて、そのアローブールバードにある自宅の温室で、ロス・ゲスラーランを開発した。その孫デビッド・エシェルマンは、フォンタナ市長になった。1950年代と1960年代、奈良の重要な会場である、ドラッグレース場があった。正式には、ミッキー・トンプソンのフォンタナ国際ドラッグウェイと呼ばれ、フォンタナドラッグシティともあるいは、 フォンタナドラッグストリップとも呼ばれた。当初のレース場はその後長く廃止されたままだったが、ナスカールオーナーの新しいオートクラブスピードウェイが2006年半ばにオープンし、奈良のドラッグレースの伝統を引き継ぐことになった。フォンタナとクカモンガの間の西部郊外、フットヒルブールバードにあるローバルの自動車博物館には、1920年代や1930年代の クラシックカーが多く置かれ、映画俳優、ファッティアーバックルが所有していた巨大な車もあった。この博物館が閉鎖され、車はネバダ州のカジノオーナーで自動車収集家、ビル・ハラーに売却され、そのカジノにある博物館に移された。2000年の国勢調査で市の人口は128,929人に過ぎなかったが、 2010年では19万356人と推計されている。この急速な成長は、市内北部の未開発地域で多くの大規模住宅開発が続いたこと、2006年から2007年にサンバーナディの軍の未編入飛び地を多く、吸収合併したことが寄与してきた。フォンタナ市の大部分は、東に隣接するリアルトやサンバーナディの各市と同様、 地質学的には各、主に関心よと、交信よに堆積された、近くのライトルクリークからのなだらかに南に、傾斜している、扇状地の上にある。市の西端にあるエティワンダクリークから、同じ時期に堆積した沈殿ものもある。しかし、市の北端と南端はそれより古く、それぞれサンガブリエル山脈と、フルパ山脈によって形成されている。 フルパ山脈は主に白亜紀と古生代の岩石でできており、サンガブリエル山脈はさらに古く現世代に形成されたものを含んでいる。フォンタナ市内から見えるサンガブリエル山脈の峰では標高8859フィートのクカモンガ峰が著名である。さらに、シエラマドレ断層と連続するクカモンガ断層が市の北部。 サンガブリエル山脈の麓を走っており、そこでは、ハンターズリッジや、ヨーテキャニオン計画地域社会が著名である。この断層では、マグニチュード6.0ないし7.0の地震が起こりうると推算されている。アップランドアベニューとシエラアベニューの交差点北東隅から計測して、市役所のある中心街の標高は1237フィートである。 市域内最高地点は、ハンターズリージのパノラマ地区北端の2600フィートである。最低地点は、市の最南西隅にあるエティワンダーベニューとフィラデルフィアーベニューの交差点の840フィートである。この標高差は、ライトルクリーク線上地が南に傾斜しているためである。フォンタナ市は、 モハーベ砂漠からサンガブリエル山脈の下本峠を抜けてくる強く暑く乾燥したサンターナ風の影響を受けることが多い夏は極端に暑く下肢100度を超えることがある以下は2000年の人口統計データであるサンガブリエル山脈とファルコンリッジタウンセンターフォンタナの現在の経済は工業を基盤として特に トラック輸送産業によって推進されている。市内にはいくつかのトラック販売店や、その他製造設備販売センターがあり、隣接するオンタリオ、ランチョクカモンが各市と、同様、トヨタ、ターゲット、シアーズ、メルセデス・ベンツ、サザンカリフォルニア・エディソン、ホームショッピングネットワークおよびアベリー・デニソンなど、多くの物流センターがある。他に、 建材や地元で使われる製品の小さな製造業者や小さな自動車販売店とスクラップ回収所も多くある。フォンタナの経済は少なくとも近年のサブプライムローン危機に発する金融危機が起きるまでは新しい住宅の計画、開発、建設で大いに賑わっていた。市内北端のサミットハイツゲートウェイ、ファルコンリッジタウンセンターや 南部のパームコートなど多くのショッピングセンターもある。いくつかの主要アベニューやブールバードに沿って、ミラクルマイルのような商業ゾーンもある。公式のフォンタナ自動車センターもこのゾーンにあり、2つの自動車販売店が入っている。フォンタナの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用主トップ10は以下の通りである。しかし、 フォンタナ市経済最大の推進者はおそらくオートクラブスピードウェイである。事実上市域内にはないが、毎年数日間何万人ものレースファンと数多い、レーシングチームが地域を訪れており、地元のレストラン、モーテル、ホテル及び自動車修理工場にとっては大きな収入源になっている。センターステージ劇場はシエラアベニューのルイス図書館に隣接してある。 1937年に建築家 CH ボラーによって R で故調で建設されたこの元映画館は数十年間別の用途に使われていた後の2004年から2008年に改修されライブディナー劇場に変わったフォンタナ市政委員会が600万ドルの改修費用を手当てした2008年7月25日オープンした アートデポはフォンタナに当初からあった地域社会中心であり特殊化された文化芸術施設である。当初は1915年にパシフィック電気鉄道の貨物駅として建設され、現在はヘレンパットナム歴史広場に新しく作られたパシフィック電気トレールに沿って建っている。ここでは芸術の授業。 オープンスタジオ活動及び特別の行事が行われている。市役所にあるアーティストショーケース計画はフォンタナ氏が文化芸術に肝入れしていることを示すために開発された。季節ごとのアーティストショーケースによって住民は地元の芸術家を知ることになる。この計画の目的の一つは芸術家がその芸術形態を開発するプロセスを紹介することであり、 作品に命を与える方法を知ることである。季節ごとのショーケースに選ばれるそれぞれの芸術家は、市役所の市政委員会室、フォワイエで3ヶ月間作品を展示することを求められる。この芸術家は、小さなプレゼンテーションを行い、フォンタナコミュニティ会員との会食に招待され、市政委員会に提案される。さらに選ばれた各芸術家は、 地元フォンタナ実業界からわずかばかりの奨学金を授与される。毎年ナスカールスプリントカップの2つの行事と他に小さなレースを開催するオートクラブスピードウェイはフォンタナの未編入地域チェリーアベニュー沿いにある元カイザー製鉄の工場後に建設された。この工場の大きな溶解炉は中国に売却され残っている施設は 日本の JFE 製鉄が所有するカリフォルニア製鉄が創業している。フォンタナ公園はサミットアベニューとライトルクリーク道路のある市北部に位置し2008年10月25日にオープンして以来市内で2番目に大きな市民公園となっている。ここには大きな最新鋭コミュニティセンター、水上スポーツセンター、スケート公園を呼び子供向け遊戯広場がある。 フォンタナ市の最近の包括的年間財務報告書によれば、市の歳入は3億4800万ドル、歳出は2億2400万ドル、総資産13億7160万ドル、総負債7億5410万ドル、現金と投資額2億5130万ドルである。フォンタナ市はカリフォルニア州議会が採択した法典による一般法都市である。 選挙で選ばれる市長と、市政委員会が市政を行っている。市長、市政委員会委員、事務官及び財務官は4年ごとに選挙で選ばれている。2008年7月1日時点で、フォンタナ市は独自の消防地区がある。以前は、サンバーナディの軍消防署と、業務契約をしていた。アメリカ救急医療事務所が救急車に乗った、救急医療隊員と共に、 患者の搬送を受け負っている。また独自の警察署を持っているが、未返入地域については、サンバーナディの軍法安部が使われている。カリフォルニア州議会上院では、第32選挙区に属する。また会員では、第62及び、第63選挙区に属する。連邦議会会員では、州第43選挙区に属している。クック投票動向指数では、 民主党プラス10である。2008年時点で、衆議会の会員議員一人を除いて、民主党議員が代表を務めている。フォンタナ市の結出しよく知られたランドマークとして、ルイスト書館と技術センターがあり、2008年4月に開館した。総工費は6000万ドル以上の推計され、民間と公共予算を組み合わせて実現された。 サンバーナディの軍の図書館システムでは最大のものである。ルイス図書館と技術センターこの図書館はシエラーベニューの中心街にある。その特徴は次のようなものである。この建物には市役所の事務室も入っている。フォンタナ市にはメアリーベーグル科学と自然センターがある。市の南部フルパサン見役のふもとにあり、 幅広い環境教育活動の機会を提供している。ここには、爬虫類観察所、モニター、ジオラマ及び実践プログラムがある。広さ1エーカーの池、長さ3マイルのハイキングコース、及び州内では9番目に、重要な岩ずらイン国がある。鷹、ウサギシ鹿、ガラガラヘビキツネ及びボブキャットが生息している。学校の科学冒険クラブや夏季科学、 冒険デイキャンプの後、ジュニアレンジャープログラム、イーグルスカウトプログラム、自然発見ウォークとインディアンプレゼンテーションが可能である。このセンターの美化、保存及び維持には多くの個人特殊家やボランティアグループが関わっている。フォンタナ統合教育学区が7校の高校を管轄している。市民の大半はフォンタナ統合教育学区内の学校に通う。 市の北西部は、エティワンダ教育学区とシャッフィ合同高校学区も一部、関わっている。南東部は、コルトン合同教育学区が一部関わっている。北東部は、リアルと統合教育学区が一部関わっている。フォンタナ駅のメトロリンク鉄道列車、ボノの歴史あるオレンジ、アメリカ国道66号線にある。このオレンジは昔この地域では普通にあったオレンジの、形をした。 販売所である。これは1936年に作られ、1997年に現地に移されたメトロリンク鉄道がロサンゼルス大都市圏と市内を結んでいる。オンタリオ国際空港までは所要10分の距離である。市内ではオムニトランズのバス便を利用できる。フォンタナ市の電力は南カリフォルニアエディソン社から得ている。ガスの供給は 南カリフォルニアガス社である。電話とインターネットは AT&T とベライゾンであるが、ベライゾンは小部分に過ぎない。タイムワーナーケーブルがケーブルテレビとインターネットを提供している。バーテックウェストが市内のゴミ収集を受け負っている。バーテックは定期的な収集とリサイクル計画も担当している。水道会社は5つあるが、どれも供給地域は重複していない。 下水道は、インランドエンパイア公共事業部が担当しているが、料金は、フォンタナ市が払っている。フォンタナ市にはカイザー・パーマネンテ・フォンタナ病院がある。シエラ・アベニューにあり、シエラ・アベニュー、マリーゴールド・アベニュー、パルメット・アベニュー及びバレーブル・ルバードに囲まれた、ブロックの大半を占有している。インランド・エンパイア地域では、最大の広さを持つ、医療施設である。 さらにいくつかの建物は、市内で最高を呼び、最大の規模でもある。この病院には60の分化された仏局と、救急医療部がある。市内北園の、ミラクルマイル沿いには、シエラ・サンアントニオ医療プラザがあり、サンアントニオコミュニティ病院が支援する広さ6万、平方フィートの外来センターと、医療事務所旨がある。ここでは、救急医療、放射線診断、内科、 および薬局がある。ここには、広さ3000平方フィートの教育室もあり、地域への講義、人間ドック、啓蒙活動、母親教室、蘇生救急学習などが開催されている。ありがとうございます。